にちは、レナです。今日は早く起きて名古屋モーニングを食べたいと思います。名古屋モーニングといえば米田。米田は全国的にあるレストランなんですけど、ここの名古屋で発祥したチェーン店で、私は米田のモーニングが大好きです。タカは逆に米田のモーニングを食べたことないよね。多分人生で一回も米田のモーニング食べたことないね。なんでかというと、タカは人生で早く起きたことないです。名古屋の他の喫茶店とかでモーニングは何回か食べに行ったけど、コメダは実はなかったね。いや、だいたいそのなんか長いモーニングをするお店しか行ってないよ、過去には。モーニングと言いつつ名古屋のモーニングは昼過ぎとか夕方までやってたりするからね。あ、そういうお店があったりするけど、コメダは11時までしかないから、今日はギリギリで10時45分に入ろうと思ってます。行きましょう。ここの名古屋で喫茶店やカフェに行くと、朝にコーヒーの注文に無料の朝ごはんがついてくるという噂がありまして、まあどこに行くかによってちょっとだけお金がかかる朝ごはんとかもあったりするんですけど、ここの米田に来ると本当に完全に無料の朝ごはんがついてきます。すごいよね。たか知らなかったよね。完全に無料だもん。完全に無料。200円とか300円かかるかなと思ったら、違います。店単純に赤字じゃん。朝来たらお客さん、わかんない。コメダのモーニングはちなみにパンから2つの種類から選べて、トーストとバターロールみたいな感じ、3種類のトッピングが選べます。1つはゆで卵、もう1つは卵のペーストで、3つ目は小倉、それで小倉トーストが作れます。小倉トーストはちなみにここの名古屋の名物で、私は大好きです。モーニング文化の中で小倉トーストを食べるのが一番好きなので、私はそれは毎回選びます。はい、注文が来ましたよ。私は注文したのが小倉トースト。本当にこの厚切りのトーストに小倉あんが来て、自分が好きな量を塗って食べれます。はあ、楽しみ。でタカが注文したのがこれ、このロールにここにもうバターがめっちゃ溶けて入ったのがめちゃめちゃいい感じで、ここに卵ペーストで、それも多分そこの中に入れてこう食べる。まあ米だといえばコーヒーですよね。でも私は日本の、まあ、特に名古屋のコーヒーが苦すぎて、いつもオーレにします。牛乳が入った方が美味しいですよ。でタカが子供だからミックスジュース。ミックスジュース一番美味しいよ、米だな。でもこれなんか特に子供っぽいよね、そのプラスチックのカップがついてる丸い瓶。小学生の時からずっと来てるけど、ずっとミックスジュースしか飲んでない。やっぱりそうだよね。ちょうどバランスよく小倉が残ったね。そう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 。いや本当はあの私的にこれぐらいの、あの倍ぐらいの小倉が欲しいよ。これぐらいの分厚いトーストだから、これぐらいの分厚い小倉が欲しいよ。トーストふわふわの分厚いね。そうそうそう。ここの名古屋だけなのかな、そんなにめっちゃ分厚いトーストがどこにでも出てる。確かに名古屋多いかも。ふわふわ厚切りで、上はもうカリカリでトーストされてるけど、中はまだふわふわだから、その分厚いトーストがちょうどいいぐらいです。いただきます。もうこの小倉トースト本当に美味しくて、本当に あんこの甘さがあって、で粒あんで、本当に私は粒あん派で、もうトーストが分厚くて上はカリカリに焼いてあるけど、中はまだふわふわふわで本当に美味しい。絶対にコーヒーと一緒に美味しいと思うよ。はあ、じゃあ私のトーストが食べたけど、タカのやつも食べてみたいなと思って。これ俺の。いやでもあれ全部動画のためですよ、タカちゃん。これ俺の。でも動画のために消化しなきゃいけないでしょ。これも美味しそうだね、バターロールの。絶対にそうだよ。見てこれ、バターが染み込んでるよ、もう。そうでしょ。すっごいよ。もりもりもりで。
こんな感じで。ああ、全体に美味しいこれ。すごいふわふわなパンだよ。もうふわふわ卵ペーストがなんかマヨネーズとかでなんかクリーミーになってて美味しい。でバターでちょっとその塩のニュアンスがあるから。塩バターなの？そうそう、塩バターだと思うよ。本当に美味しいよこれ。もう甘い系の朝ごはんが好きじゃない人はこれがぴったりだと思います。甘いのが好きだったら小倉トーストがぴったりだと思います。で私はどっちも好きなので両方を今から食べようと思ってます。これ俺ちなみにこれに小倉を入れることもできるよね。ああバターロールに小倉で、あの甘い小倉と塩バターで、そのコンビネーションもいいかもよ。あの今タカが卵ペーストと小倉を混ぜようとするかと思ってたよ。あ違う違う、あでもそれもいいんじゃない。半分半分2人で来てさ、半分小倉半分卵にして、でこっちも半分小倉半分卵にしたらさ、それはそれで面白かったかも。それで良かったかもしれないね。失敗。ちなみにレイナ社長、このコメダのミックスジュース飲んでみて、めちゃくちゃ美味しいから。子供飲み物だねこれ。いや大人の飲み物だよ。いや本当に本当かな、本当にリアルなミックスジュースって感じ。リアルなミックスジュースってどういうこと？なんか偽物のミックスジュースじゃなくて。ああ本当だ、なんか本物のフルーツが入ってる。 でミルクでなんか混ざってるんだよね。すっごい濃厚なんだけど、でもちょっと甘すぎない？まあ子供向けの何なんだろうね。自分で言ったよ。ちなみにドイツの朝ごはんはパンがメインだけど、小倉もあんのかな？ドイツに。小倉はないよ。これはドイツで出たらもうちょっとあのパンが細くて、でヌテラが塗ってる。チョコとヘーゼルナッツのクリームめっちゃ美味しい。皆さん知ってますか、ヌテラ。日本でも売ってますよ、買ってみてください。それは本格的なドイツ朝ごはんです、ね。ちなみにドイツでさ、こんなふわふわなパンないよね。ない。ドイツで朝ごはん俺何回か食べたことあるけどさ、本当にカリッカリのトーストしたパンだもんね。トーストはまあこれの半分ぐらい、半分以下、うん、3分の1かな。本当に薄いよ。南ドイツの人はこうちゃんとしたパン、ちゃんとしたパンの言い方も。何ちゃんとしたパン、何このこれちゃんと食パンがちゃんとしたパンじゃないって言いたいの。そうそう、これはこれもこれもちゃんとしたパンじゃない。これなんか日本に喧嘩売ってんの。日本人はほとんど8割の人が食パンでしょ、朝ごはん。うん、茶色い硬いパン、ライ麦パンとか、そうそうそう、そういったパンが朝ごはんで食べるのが多い。ドイツは基本的にまずはこうハムとかチーズを茶色いパンで食べて、硬いパンで食べて、うん、でデザートで甘いものジャムとかヌテラを白いパンで食べるのが基本だと言いたいけど、私の家族だけだから。いや基本だと思うよ。そうだよね、ドイツってデザートパンがあるもんね。ヌテラ塗る、ジャム塗る、蜂蜜塗るデザートパン。あそうそうそう、皆さん見てください。何を見てる？俺のパンでしょ。ああレナのパンでしょ。じゃあ言ったでしょ。レナがほとんどもう8割ぐらい食べ終わってるよ、ね。俺のパンだってあと一口しか残ってないよ。タカが後で何か注文していいよ、おごってあげる。信じられない女です。はい、モーニング食べ終わりました。食べ終わりましたよ、レナが食べ終わりましたよ。俺一口しか食べてません。いやそういう嘘はつかないでください。まだちょっとお腹減ってるね。ああもうちょっと食べれるよ。プラス普通のメニューも一個頼もうか、二人で。いつもの定番のコメダといったらピザトースト。コンビネーション本当に抜群だよ。間にまた卵のスプレッドが挟んでて、上のチーズがとろとろで、でちょっと野菜があるから食感もいいし美味しい。これちなみにね、そんなにボリューム多くないと見えるかもしれないけど、一人で食べるとまあまあお腹いっぱいになるね。そう、だいたいいつもこれを注文する。もう一つのメニューアイテムはエビカツサンド。これぐらいのふわふわのパンにエビカツがついてるやつ、それも美味しいけどこれは一番美味しい。欲しい？当たり前や。
まあ、皆さんが知ってるかわからないけど、タバスコをピザの上に乗せるのがめっちゃ美味しいから、ピザトースト日本人みんな知ってるよ、安心して、さすがにそれはみんな知ってる。え、そうなの、教えてください。タバスコ派、タバスコは絶対にかけないよ、知らなかったよとか、そういったコメントは私はかけます。スパイシー、ちょっと辛い、なんかもう香りもするもん、タバスコの香りがすごいしてくるもん。ちなみにドイツにもタバスコってあるの？あるよ、全く同じやつ。あ、これなんだ、これメキシコで作ってるやつ。あれ、これでメキシコで作ってなかったっけ、どこだっけ。いや、アメリカじゃなかったっけ。アメリカ、これだって世界一周してる時もさ、世界中にあったもんね。ここにでもある。そう、この会社は多分すごい儲けてる、めっちゃ儲けてるでしょ。もう LA って書いてあるよ、タバスコ業界を独占してるよね。 Made in USA って書いてあるよ。あ、アメリカの会社なんだ。すごいじゃん、食べれるのそれ。すごいね。で、大きいサイズのシルノワール注文したことない気がする。めちゃくちゃ大きい、今ショックだよ。すごい。めっちゃチョコだね、間にチョコ、上にチョコで、チョコクランチ、いろいろチョコ、中にもチョコ入ってるからね。そうだね、すごい、絶対に太るやつだね。ね、うん、あ、うまチョコにチョコにチョコだからね。チョコにチョコに、チョコクランチにバニラアイス、もう甘すぎる、すごい、めちゃめちゃブラックサンダーな感じだよ。100倍ぐらいのサイズのブラックサンダーを食べてるみたいな感じだよ。これはさすがにデブになる。このパンの生地がクロワッサンかなんかそんな感じのパンで、全部の美味しさを全部こう染み込んでくる、吸い込んでくる、めっちゃ美味しいよ。噛むとジュワって出てくるよね、うん、そこがシロノワールの美味しさだよ。食べました、食べました。朝ごはん、昼ごはん、プラス3時のおやつは今2時間でコメダで食べれましたよ。よかったね。めちゃめちゃいろいろあるよ、コメダ。モーニングが無料なのもいいけど、その後昼ごはん食べてシロノワールでびっくりして、だいぶだいぶお腹いっぱいになりましたよ。今日のコメダのモーニングはどうでしたか、教えてください、コメント欄で。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。